皆さんこんにちは。アコーディオン .jp やっております、河合博史です。こんにちは。アコーディオンをですね、紹介していきたいと思っておりますが、私がどうも弾いてたのではなかなかアコーディオン本来の家で音色が出しきれないもんですから、お客さんに来ていただいたりですね、遊びに来てもらったりして、いろいろお試しになりたいアコーディオンとかね、弾いていただいたり、お試しいただいたり、プロの方にお目になっていただいてですね、そういう時にご許可いただいて、そのアコーディオンを吟味している様子をですね、スナップ写真的に、ちょっとだけ撮らせていただいて、皆さんにもですね、そのアコはどんな音色するのかね、聞いていただきたいと思いまして、で、ビデオ撮っていました。演奏のあった方もね、演奏をするぞっていうために演奏をなっているわけでもないのでね、いろんな音が出るかなっていうようなことで試してなさってるのを、ご一緒に見ていただくという感じで、ご一緒に吟味していただけるとよろしいかと思います。ご参考になるんじゃないかと思います。今回は、ブランドーニのですね、ウッドのアコーディオンですね、 68W、4リード34件ですね、96ベース HMML と、HMMM がありますけども、今回のモデルは HMMM ですね。だから3つ M がついてますけども、真ん中のその M の音と上下の M のずらしをですね、変えてございます。下側は確かアメリカン、上側がジャーマンのトレモロになってましたので、ダブルトレモロタイプです。だから、その同じように動くフレンチの、ミュゼットとは音が違います。非常に何て言うんでしょうね、爽やかな音色をする、かつ L もで、この場合は L も非常に骨太の音がしますから、ぜひ聴いてみてください。じゃあどうぞ。68W で遊んでいただいております。遊んでいただいてるっていうのはね。